ンサマーウィーク開催中です。いろいろなイベントが行われています。そして今日は WBC チェコ代表の監督さんと選手の皆さんがやってきて、監督さんの始球式がありました。いいボールでしたね。はい、マリンズの先発メルセデス、立ち上がりまずまっすぐで加藤豪介をセンターフライで打ち取ります。ツーアウトから清宮ヒット、4番の万波はインサイドで詰まらせます。ショートゴロ、立ち上がり0点で抑えました。ファイターズの先発は加藤貴之、1回裏1番の荻野が粘りに粘ってヒットで出ます。いい形でしたよね。そうなんですよね。ただこの後が続きませんでした。最後はポランコがセカンドフライ、1回裏0点です。2回裏のマリンズ、ノーアウト2塁1塁、ブロッソー来日初打席、ゴロを転がしてランナーは進めました。わーいと進塁打打ちに行ってる感じですよね。そう見えましたね。はい、そしてワンアウト3塁2塁となって川村、先制の2点タイムリーツーベースになります。チャンスで田村が打ちました。マリンズが2点先行です。3回メルセデス、磯畑をスライダーで三振、松本はファースト山口がよく取ります。この回3人で抑えました。4回、この回先頭清宮の打球がショート藤岡取れません。記録はヒットツーベースになります。この後ワンアウト三塁一塁となって6番 DH の野村、いいバッティングでしたね。ナイスバッティングでしたね。これね、右中間へタイムリーツーベース、ファイターズが1点を返して2対11点差。メルセデスは6回まで投げました。今日は好投と言っていいんじゃないですか。いいピッチングでしたね今日ね。6回1失点、まっすぐにも力ありましたよね。そうですね、コントロールも良かったですからね。万波を詰まらせます。そしてマルティネス、ここも速球で打ち取りました。最後の6回3人で抑えてマウンドを降ります。そして6回裏のマリーンズ、まずポランコが出てツーアウトからブロッソー来日初ヒット、チャンスを広げるヒット、2アウト2塁1塁となります。そして田村、期待がかかったんですがセンターフライ、ここは加藤が踏ん張ります。7回マウンドに横山、伏見がツーベース、そして磯畑、打球はセンターへ、センター農家バックホーム、ホームをつく伏見タッチアウト、素晴らしいですね。この絵ですね、これいいですね。いや素晴らしいボールでしたね。まさにレーザービーム、見事な岡の強肩でした。そして7回の裏マリーンズがチャンスを作ります。ポランコに期待がかかったんですがピッチャーゴロ、あと1本が出ません。マリーンズ加藤は7回まで投げました。8回裏のマリンズはピッチャーロドリゲスに対してここもチャンスを作って岡空振り三振、この8回もあと1本が出ません。そして9回マウンドに増田直也、この回の先頭4番の万波、打球は右中間へそのまま入って同点、ものすごい打球、素晴らしかったですね。万波の同点ホームラン、さらにアリエル・マルティネスが続きます。
センターの右へ持っていきます。2者連続のホームラン、ファイターズが3対2とひっくり返します。そして9回裏、田中正義に対してまたしてもチャンスを作ったマリーンズ、山口、最後は空振り三振、試合終了。3対2、3連戦の初戦はファイターズが接戦をものにしています。はい、という今日のゲーム展開でした。マリーンズは11安打2点ということになりました。あと呼ばれました、ヒーローインタビューです。放送席、放送席、そしてスタンドのファイターズの皆さん、今日のヒーローは9回勝ち越しのホームランマルティネス選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。まずは今のお気持ちから教えてください。 No, me siento muy feliz、tremendo juego y como fue final muy bonito、espero que eso embuya al equipo para seguir para arriba en la tabla ahora。 本当に嬉しいです。すごいいい試合でしたし、また明日から頑張りたいです。万波選手、ホームランの後同点になっての打席でした。どんなお気持ちで打席に向かいましたか？No, tremendo, espectacular. Me siento muy bien, muy contento porque tremendo trabajo, su cuarto bate y el quinto bate atrás para darle ganar y tremendo, su bachi.まあ、万波のホームランで4番としていい仕事したし、で5番としてまた僕もホームランを打ちたくて、結果は良かったです。7月はなかなか勝ちというものが恵まれませんでしたが、いい8月のスタートになりましたね。そのあたりいかがですか？No, eso es, así mismo tenemos que hacer. No fue bien, pero ya pasado, pasado. Hay que pensar en el presente, en el día a día.Y seguir peleando así, hacerle un juego bonito como que hicimos hoy y va a venir mucha victoria en este mes de agosto. Ah, 一日ずつ、試合集中して、また毎日を勝てるように頑張りたいです。ではスタンドのファイターズファンの皆さんで一言お願いします。ファイターズファン、ありがとうございます。明日も頑張ります。ありがとうございました。9回勝ち越しホームランのマルティネス選手でした。放送席どうぞ。はい、マルティネス選手でした。見事な決勝ホームランでした。マルティネスポーズです。いや、ファイターズは本当に見事な9回の表逆転勝ち。一発が打てるバッターがこう続いてるっていうのはこう魅力的な打線ですね。いや、魅力ですよね、やっぱりね、はい。アリエル・マルティネス、鮮やかな決勝ホームランでした。千葉ロッテマリーンズはしかし立川さん、はい、最初に2点は取りました、はい、やはり追加点が取れなかった、まあ、チャンスがあったんでね、何度もです、はい。